マジでこれ、この間のさ、相関図みたいなやつ私見たんですけど、あ、何なんですか？何これ。あんた見てないな。どういうこと？適当なことしか書いてない。足みこの相関図を書こうって話。あんた、あんたいたでしょ。いやでもこのさ、シミ子を中心にした企画でさ、成立するっていうのがさ、もう愛されてる証拠じゃん。違う、光栄なことじゃない？違う、みんなからこうなる。違う、私の思いがあるってこと。違う、見て、だってシミ子が中心じゃん。そうじゃん、みんなから矢印ちゃんとこの矢印たちを見て、この矢印たちの書いてあることを見て、ちゃんとはい、このね、図だけ言うとね、確かに私は真ん中にいるけど、喜んでるよ、きっと。喜んでるでしょ。喜んでねえよ。喜ばねえよ。なんで喜ぶんだよ。喜べる要素、シミチルぐらいだよ。シミチルは嬉しいんだ。シミチル、シミチルわかんないけど、みんなちょっとシミズチルドレンってこと。ふざけるんじゃないよ。私の娘。ということで、はい、今回は正しい清水理子の相関図を作ろうの会。薄いんだよ拍手がこの二人のことで、うん、まあ気になったところをね、ちょっと言っていきたいと思います。まあ私も知らないからこれ普通に知りたい。そうよ、うん、でもそんなにさぐちぐち言うけどさ、ここはもう本当にさ。ネモ先輩と私は本当にシミ子のことが大好き。いや、ちょっと待って、これもね、言いたかったの。観察対象ってさ、超失礼じゃない？あ、でもね、萌え先輩のだけはちょっと、うん、納得した。うん、なんか、まあ、ビジネス喧嘩って別に普通、普段は普通に仲良くやってんのに、突然カメラの前になって喧嘩しだすって言われて、なんでこうなっちゃったんだろう。わかんない、わかんないけど、なんかそうしなきゃいけないみたいな、もうスッて一個フィルターかかるみたいになってる、うん、そうね。まあ別にこれは正解ですけど、うん、あとこれも何、一時のこれも私の人だと思ってない。怖っ、怖いんだけど。そうなの？違うよ、やめてよ、私が言ったみたいに言わないでよ。え、でも一時の友だった時はあるって。いや、だから温野菜とか言ってたけど、言ってるの見たことないみたいな。言ってたよ、ちゃんと温野菜じゃん。あ、言ったって言ってるけど、言ってるの見たことない。あ、そう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 。マリアの歌手、ピアノもさ、お互いに私さ、道具だと思ってるみたいな書き方するじゃん、マリナ。そうだったんだね。いや、私ね、マリナ本当にね、あのめちゃくちゃ LINE とかしてくれるの、いつも。私がさ、すごい、なんか何だったかな、なんか落ち込んでるって思ったのか、すっごい疲れてて、なんか夜突然、普段 LINE なんか全くならないのにピロンってなって、え、誰って思って見たらマリナで、なんかリコピン本当にお疲れさん、毎日忙しいと思うけど頑張ろうね、本当にリコピンの歌大好きだからみたいなことを送ってきてくれて、マリナだって疲れてんのにさ、そんなこと送ってきてくれて、マジでいい子だなって思ったの。じゃあシミ子もそれ返してあげよう。うん、そうだね、そうなったら多分これ発言、まあ、違うことになる。返してるよ、ちゃんと。だから自発的にマリナが大変そうだなって時にはやってあげる。そうだね、うん、いや、あんま人に LINE 送らないんだよね。なんか、食べ物を、そうね、食べに行きませんか、しまどっか食べに行きませんか、一回にそれがめっちゃ来るくらいしか。ここ行きたいんですけど、ピロンってそう、ここ行きたいんですけど、食べ物めっちゃ来る。これもさ、あの、言いたかったんだけどさ、あかりん先輩もう仕方ないから、まあ無理やり言ってあげてるよみたいなこと言ってたじゃん。私覚えてますよ、あかりん先輩からなんか何にも一言もなくサーモンの食べ放題の食べログの URL 送られてきて、ここ行きたいって言ってたの。まあ、ただ本当にラジオのネタ作り用意とか思ってないし、あのアスレチックも早く行こうねって思ってるし、え、私よ、アスレチックをね、行こう。私の方が適任だよ。違うの、違うの、中村あかりおに選ばれたご褒美があかりとデートするだった。いいじゃん、それがまだやってない。ご飯食べに行けば。そうだね、とにかくこれは、まあ、青ちゃん、愛理ちゃんはそんなに現実的な話してんの、うん、全くしてない。全くしない。人生的な話って何？けど人生の話みたいに言ってたよ。人生の話なんて一度もしたことない。なんでちゃんちゃんにわざわざ人生とはって話に行くのよ。シミチルにとってはありがたい話だったから。シミチルって何なんだよ。だからシミ子にとってはまあ当たり前の話だったかもしれないんです。いろいろあるのね。はい、もう文句しかない。じゃあ3つだけ
変えていいよ。3つ全部変えたいんだけど、12本。その優先順位と何に変えたいかを聞かせて。え、一番変えたいとこから。一番変えたいのは、やっぱここですよ。ラジオの絵と作り要因。思ってないもんな、そんなこと。じゃあどう思ってんの？何すんの？フットワークの軽い友達。割と最低なこと。嘘嘘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 嘘3回しかできないから、あと2回だけど。とりあえず他の1個変える。いや正式に決めよう。ここはまずい。いやここ変えます。全然当たりな、あの、赤に何とも思ってないから変えます。はい。何に変えるの？必死。あかりちゃん大好き。うわぁ、ちょっとやだぁ。あかりちゃん大好き。それでいいんだ。で、今の冗談ってことで。あと1個。でも、あと1個だよ。どうしよう。あかりちゃん大好きだからね、今。やけくそみたいな感じやん。いいの？他。他は全無視で、そこだけあかりちゃん大好きに変えたって。やっぱ、ここが一番大事だから。他があかりちゃん大好き。あ、わかった、じゃあ。三つ目？オッケー。もう最後の切り札で。でもちょっと、一時の友もちょっと変えたいんだよな。ちなみに言うけど、ミーギのこと何とも思ってないからね。あ、確かに。私ミー先輩のこと何とも思ってないじゃん。私はこんなにシミ子のことを考えてるのに。え、割とマジでシミ子のこと好きだよ、ミーギ。うん。そうなの？そう。この間、一緒に縫い取りに行った時も、私シミ子のトロッコ。昨日も普通にさ、プライベートで行ってシミ子取りに行った。なんでなんでなの？シミ子だけは欲しくて。かわいそうなミーユ。ああ。え、どうしよう。あと一つでどこ変えるんだい？まあでも、あかりちゃん大好きなのは変わらないし、別に。じゃあ、決めました。おみゆ先輩に矢印を向けます。やった。矢印なんだなんだ。動詞。おぉやった。満足した？もうちょっと変えたかったけど。いや、大丈夫よ。うん、愛されてる。最高。ねえ、適当なこと言って。愛されキャラなのよ。よかったね。おめでとう。おめでとう。おめでとう。清水理子におめでとう。やめてよ。ありがとうございました。